ということで、うん、今日もやっていきましょう。もう久しぶり。いや久しぶりじゃないよ、普通の人が考えたらやりすぎ。プレイ時間ね、見たらね、今5時間だった。引くでしょ、うん、今、とりあえず手持ちこんな感じ。うんうん、まあ、マキノでピカチュウが15レベルになってんね、うん、でサブだから16レベルぐらいのやつらになってて、そう平均するとね、そうそうそう、まだ勝てないね、カスミには。で上行くとライバルと戦うことになるらしい。うんうんうん、うん、ライバルと戦おう、もう負けること覚悟で、うん、前回はフルボッコされてるからマジ瞬殺だったからな。こんなとこうろちょろしてたんか。俺か、カンタって名前なんだ、確か。忘れてたわ、もう。5時間経ったせいで。トミーじゃなかったっけ？あれ？あ、俺だよ。お前がトミーだよ。1本取れたらいい方だから。あ、違う違う、同じ順番だ。同じ順番だね、これ、ね。1から25出してください。答えは25です。これはある。この勝負絶対いけるわ。はい。そんなもんか？もっと受けろよ。もう行こう行こう行こう。もう一回出したいね。うん、結果は98です。あ、大丈夫大丈夫、麻痺させる。いや、技覚えてる、技悪くない。ダメージ受けすぎじゃない？いつだよ。答えは3です。よーし、いけんぞいけんぞいけんぞ。外れてんじゃん。まだ外れんの？レシ入りみたいなもんだ。結果は75です。一番意味ない。あ、マジで調子いいぞ、マジで調子いい、いける。結果は59です。やばいな、失敗。次出したら勝てる。乱数ジェネレーター、結果は39です。よしよし、もう一回いこう、もう一回いける。乱数ジェネレーター6です。よし、よし、やったー、頼むぞ。よしよし、あー忘れた、意味わかんねえわ、もうふざけんな。あ、やられたよ。やられてだろうな、それはやられてだろうな。結果は34です。あ、効果抜群だ。勝つぞ勝つぞ、これ。よし、画面の時に戦うやつがいない。まあ本当だな、ピカチュウで行きたかったかな。ピカチュウ99です。あ、こいつ弱いぞ。あ、いいじゃん、こいつ弱い、めっちゃ弱い。ザコザコ。おー、いいじゃん。こいつ弱いぞ。なあ、頼むぞ。お前にかけてんだ、俺ら。マキノはほら、引きがさ、悪くなんないから。そうそうそう。で、コラッタだから、最悪、サブでも倒せんだよ。うん、そうだね。あと1匹がね。うん、こいつをね、頼むぞ、マキノ。その答えは19です。引っかくな？いや、悪くない、悪くない。悪い。いや、殻にこもられてくるとな、話がつくんだよな。91です。いや、いいね、これ一番強い技。マジ考えられないな、やべ。60です。重いんかな、軽いわ。93。よし、カラテチョップ。結果は77です。あ、カラテチョップ、そんな効いたいんじゃない。まあでも、いやでもいい、いい勝負してる。あ、やばい、やばい。結果は60です。だから軽いんだって。だからやばい、死んだ。どうしよっか、それで勝つ可能性全然あるぞ、まだ。行こう。結果は89です。よしよしよし、先行絶対取れる。いいじゃんいいじゃん、おすげえいいじゃん。うん、大丈夫、勝って素早さ多分勝ってるから。答えは92です。絶対勝った、やったー。よしよしよし、ええ嘘でしょ。え、何でもいいわけだから。はい、結果は15です。お、はい、勝ちました。サブ、サブじゃないわ、佐々木。ちょっと名前、うん、いいじゃん、勝った勝った。よし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 、オッケー、これをやりたかった。よし、行こう。結果は72です。いいのか、うん、いいよいいよ、一番強いよ。何回聞くんだろう。おお、もうすげえじゃん。まあ、そうだわ。あれ、無理だよ。なんか人来たぞ。もうめんどくさいからっていう理由だけで行くぞ。もうめんどいから、霞線行きます。
かすみ来いや。頼むぞおい。かすみマジで許さない。人でも人でもやめちまえ。答えは49です。やばい。答えは86です。よし、いいよいいよ、それいいの出てる、いいの出てる。いや強そうなのに全然効かないじゃん。あ一瞬だよこんなの。早かったな絶対。その答えは96です。絶望じゃねえか。その答えは43です。砂場でやってる場合じゃないだろ。絶望じゃねえかお前。おい、あーもう最悪だ。いくよ。いや、聞かないよ。行こう。シリ信用してないだろ。答えは19。よし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 、来い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 、マジでマジ来い。おい、いいじゃん。よっしゃ。耐えろ。うっ、な、何や。よし、すげえすげえ、いけいけいけ、これはいい、あるぞ。こっからなんだ。それ言ってみ。5レベだよ。ちょっと使っていいか聞こう。え、それ誰に使うの？ B さんだよね。うん。乱数ジェネレーター結果はゼロです。お前ちげえ、俺じゃねえなよ。なんで俺らが傷を負ってんだよ。なんで傷ですよ使う。痛い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 。はい。答えは48です。ああ、疲れるじゃん。よし、B さん回復。次第だ。いや。答えは56です。ケタグリ。これ多分ね、スターミン若干重いと思うんだよ。やばい、水の反応来た。喋ってたら。だとするとやばいぞ。いや、そんなの勝てなくなるな。あ、でもそこそこ頑張ってるわ。いやいや、そこそこの頑張りとか言わないでしょ。37です。あ、もうダメじゃん、最悪だ。何すんの。このまま行こうか、佐々木行こう。結果は58です。何が一番最悪の。あ、やばい、一番最悪のモード。マジでお前ふざけんなよ。一番最悪だ。何アンコールしてんの。自分で自分で自分攻撃してんの。はい、せめて眠らせろ。答えは79。いいよいいよ、これ止めて歌って眠らせたらお前仕事したぞ。お前やられてんじゃねえか。もう P さん行くしかないな。可能性としては電気ショックの52です。今話来たんだった。アンコールのせいでこいつ攻撃されてるんですか。はい、終わった。最悪だ最悪だ。投げー戦い。あ、ちょっとどんどん。頼むぞ。答えは18です。いったけど、いやだ、それやられたらさだるいんだよ。結果は86です。よし86な。あ、もうじゃあ勝てねえ勝てねえ。じゃあもう勝てない。それじゃもう勝てない。マジでな。はい。リーダーじゃん。終わった、最悪だ。ああ。
もう全然勝てない、かすみ。かすみケタグリ勝負、ケタグリ勝負するから、かすみの人からよし、うん、ピッピーじゃないの26レベルだろ、うん、あとピカチュウ5レベル上げればいいんだろ、じゃあ絶対勝てるんだろ、分かった、もうどこにも引っかかんねえもんな、全員とやっちゃってねいやここはだからピカチュウ、もうピカチュウって呼んでるわ俺、正直あと1回これで10万ボルト覚えるはず、覚えなくてどうする、殴る、あ、マダズボミはね、ケタグル、俺あとマダズボミって言ってるわマタツボミは結果は36です、もうストレスに感じなくなってきた、なんか、うん、ね、優しい気持ちで見てるわ、そうね、仏の境地達したね、うん、いろいろやりながらやってるし、オッケー、一発、はい、これで上がる、多分上がる、でかませー、イエーイ、これでどうなんだ、オッケー、26で、おい、よし、これだよ、今ちょっと手震えてたもん、うん、嬉しすぎて、すみ、はい、ピカチュウが来て、うん、乱数ジェネレーター、すみません、量子乱数ジェネレーター、答えは93です、よっし、めっちゃ強いじゃん、今一撃だよ、ドーン、全然こんなストレスないんだ、全然いいじゃん、え、このまま行くでしょ、うん、これ、もう一回これ出せばいいんじゃないの、行こう、すみません、よくありません、53です、53、何叩きつける、まあいいよね、いや、強っ、え、これどんだけダメージ受けるか、おー、あー、セーフセーフ、ちょっと焦ったな、うん、答えは39です、ちょっとまずい、ちょっとそういうのは言わないなこれで負けたら違うぞ、ね、うん、本当にちょっと生き抜いて決めるわ、量子乱数ジェネレーター、結果は75です、よし、あ、お、ギリ叩きつけるか、おお、やばいやばい、やばくない、量子乱数ジェネレーター、すみません、つまり彼女、量子乱数ジェネレーター、結果は38です、あ、やばい、やばい、お前それやばいよ、負けんじゃん、お前それはやだ、それはやだ、やだやだやだ、なんでやだ、あーよー、あぶねー、勝てんじゃない、勝てんじゃない、いける、量子乱数ジェネレーター、結果は85、よし、決まったでしょ、あし、来い来い、決まったでしょ、あ、もう全然いいもん、めっちゃ嬉しい、全然いいもん、全然嬉しい、うん、余裕だ、倒したぞ、余裕だ10万も最強だわついに倒したぞ、よかった、長かった、ここまで泣きそうだよ、よし、じゃあセーブしよう、もうほんとにセーブしていいか、こう量子乱数ジェネレーター、結果は19です、最高の日、最高だわ、最高の日、最高だ、うわー、よかった、8時間30分いや、めっちゃ今日だけで何時間やった、はい、閉めましょう、はい、ということでね、はい、今日は、まあ、かすみに勝つまでやるって決めてたので、うん、とりあえず、いや、このペースでやんないと無理だから、とりあえずかすみに勝ちました、はい、で、かすみが一番きついってサブが言ってたし、うん、ケイシーが奇跡的にレベル上げの時使われた、使われたから、なおかつ、あとレベル上げのために、散々
あの敵と戦ったから、うん、もうルートはできてる、うん、次の街に多分そこそこ早く行けるはずよ。次回もお楽しみにお願いします、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。